どうもー。ですね、環境ですね。環境や、自分の付き合う人の重要さというか大切さについてちょっとシェアしたいと思います。人のね、脳波ありますよね。脳波、脳波というのは、電線、脳波というのは伝染することが証明されていますと。どういうことかと言いますと、例えばこうね、部屋がこうありますよね。こう2つ部屋があって仕切られてて、ここまあなんかカーテンかなんかでこう仕切られてて、こっち見えないようになってて、ここに A っていう人がいはって、 B っていう人がいはって、お互いこう隣にいるとかそういうことは分からないんですけど、でここにね、急にね、ここにモニターがあって、ちょっと恐怖映画をこう見せるんですね。ホラー映画みたいなのを見せたんです。で見せたら、その脳波は刺激を受けて、その恐怖の感情になりますよ。感情というか脳波になりますよね。そしたら、B が味わった恐怖も A も味わってたっていうことがあることからですね、脳波っていうのは伝染するっていうことなんですっていうことが一応証明されてはいるんですけども、このことからね、何が言いたいかと言いますと、結局その脳波が伝染するいうことは、普段付き合ってる人の脳波がこう伝染するっていうことなんですね。っていうことは、その付き合う人とか、そういう環境であったり、環境もまあまあそうなんですけど、まあ自然な環境とかそういうのもあると思うんですけど、その付き合う人がどういう人かっていうことで、自分の脳波がその変わってくるんで、よくこう言われることで言うと、例えば5人のね、今現在付き合ってる5人のね、人の年収を足して5で割ったら、その10年後には、自分がその年収になってるっていうのがよく言われることなんですけど、そういうのはやっぱり脳波が、そういう人の考え方の脳波をこう受け取るというか、そういうことがあるんで、そういうことになるんじゃないかなということであります。ということはですね、だから環境っていうのは結局、人付き合いのことなんです。人付き合いも入ってると思うんですけども、その付き合う人間をね、こう変えていくか、自分がなりたい人間のところに会いに行って、で、その脳波をいただいて、自分がその脳波になっていくという。だからよくそういう人と付き合うようにするとか、していくといいんじゃないかなというふうに思います。で僕もね、ちょっと昨日勉強会に行ってきて、やっぱそこの、脳波を受けてるんで、いい脳波にはなってると思います。ただこうテンションがね、ぐっとこう、そう勉強会行くと上がるんですけど、まだ今日下がるところなんですけど、まあ、日々のね、今日活動していく間にまだリズムを取り戻してね、まだちょっとこうやる気というか、テンションはそこそこ上げた状態で、になっております。まあ自分の今の置かれてる立場がね、もうやるしかない立場なんで、特にそうなってるっていうのはあるんですけど、まあそういうことで、脳波っていうのは伝染すると、で人のその付き合う人とか環境が大事やということを、お伝えさせていただきました。ここまで動画を見ていただきありがとうございます。